アメリカにおける入学試験。アメリカにおける入学試験は、様々な尺度で志願者の審査を行う。アメリカで5歳未満の子供が通う保育園、プリースクールは、ほとんどが私立であるが、一般的に先着順、抽選、兄弟優先で入学者を受け入れ、試験を課すところは、あまりない。しかし高所得で、教育水準の高い都市部では、名門私立への入学対策を行うその、 外国語イマージョンやモンテスソーリ教育を導入する、その、オーガニックなど健康に気を配った食事や環境を提供するエンドがある。年間1万5000ドル以上と学費が高いにも、かかわらず非常に人気があり、書類選考や面接、知能試験などが行われる。特に独身者や子供のいない共働き状態の多かったニューヨークマンハッタンでは、郊外から、 子供のいる家庭が多く転入し始めたため、競争率が高くなり、受験が激化している。日本の幼稚園に比べ勉学に重き多く、キンダーガーテン、略称、キンダーから始まる初等と、中等、つまりキンダーから12年生までの教育過程を、k 1にという。学校形態は大まかに分けると、公立、私立、ホームスクーリングの3種類である。 米国教育制度の大きな特徴は、州を細かく分けた、公立学区、スクールリストリクトによって運営されることである。学区が不動産地下を左右することからもわかるように、学区内の居住者が払う固定資産税を財源とする、学校予算、教師の質、教育指導内容、レベルには大変な地域格差がある。入学試験や、専攻試験のある公立校も多く存在する。 例えば早期修学や飛び級、高い才能があるとされるギフテッドのための特別クラス、成績優秀者しか履修できない優等、クラス、オーナーズや大単位認可クラスなどを希望する場合である。また、外国語イマージョン、国際バカロレア資格をはじめとして様々な特化プログラムを持つマグネットスクールの中にも入学審査を課す学校がある。多様性のある教育環境を作るために、 成績優秀者枠を確保して、残りの席を一般抽選で決めることもある。選考は内申書だけのこともあるが、面接や筆記試験、知能検査などが課される。筆記試験は、テキサス州標準テストのように州が作成するテストか、全米標準テストのアイオワ基礎テスト、キンダーから八年生、アイオワ達成度テスト、9から十二年生、中等教育入学テスト、 から11年生が一般的である。AP クラスで大学の単位を取得するには、全米統一試験であるを年度末に受験し、合格しなければならないが、これに不合格でも、高校の単位としては認められる。米国の私立校は、経営母体によって募集する生徒のタイプが分かれており、日本の AO 入試選抜に近い手順を取ることが多い。進む学校は、学力テストを行い、 私立向けの独立校入学テスト5から12年生と公立でも用いられるスサットが一般的である。日本のように独自のテストを作る学校も多い。日本の有名私学に一番近いものはプレップスクールと呼ばれ、その名の通り IV ーリーグと呼ばれる東部名門私立8大学やジョンズホップキンズ大学、デューク大学、 スタンフォード大学など名門大学へ入学するための準備学校である。アンドーバー、ローレンスビルスクールやセントポールスクールといった名門は歴史の古い北東部のに集中しているが、ビル・ゲイツが卒業したワシントン州シアトルのレイクサイドなど、プレップスクールは全米に点在している。入試選考の基準が勉学のみに限定されない非常に優れた生徒は、 奨学金を受けて通うことができる、勉学一辺倒でなく、スポーツにも強い、エリートの養成、人脈作りを念頭に置いた環境が整っている、ボーリングスクール、全寮制環境で自己規律を学ぶ、といった点に、イギリスのパブリックスクールの影響が見られる。非営利団体や宗教団体によって運営されている、私立校では、まず受験者側が、 学校の方針に同意していることが大前提である。クリスチャンスクール、キリスト教と、11種スクール、ダヤ教が多いが、宗教に敏感な国であるため、特定宗教の影響を嫌う親は、このような学校を避けたがる。偏差値で、ミッションスクールを選ぶ日本との大きな違いである。しかし近年は、アカデミック重視で、創立理念や、宗教色が薄くなってきている学校もある。 そのような学校は、進学率が高く人気があるため競争率も高くなっている。クリスチャンスクールの中でもパロキアルスクールと呼ばれるものは、地元の信者のために教会が経営する学校で、教会に併設されていることが多い。教会員の子女、同じ教派に属する家庭の子女のための学校である。教会員や、母団体からの援助で運営していることが多いため、教会員の子供は、 最優先で入学、一般学生より多少低い学費、奨学金などの特典がある。学習障害やその他障害のために特殊教育を必要とする生徒、あるいはいわゆる問題児を集めた学校などターゲットを絞った私立校も多く存在する。こういった学校は特殊学級専門の教師、作業療法師、言語聴覚師、あるいはカウンセラー、セラピスト、 心理学者といったエキスパートが集まってチームを組んで指導をする。生徒が持つ能力を最大限まで伸ばし将来の可能性を広げる手助けするという目的で運営されている。学校の指導内容を一番必要としているものから順に入学許可が下りる。また、ギフテッドも一般の平均に合わないという意味で特殊教育の範疇に置かれており、 ギフテッド専門の私立校も存在し、競争率は高い。ホームスクーリング支援が目的で設立された私立校は、生徒個人の能力に合わせて、主に保護者が学習指導を行う形態のため入学試験は課されない。高校卒業後は、コミュニティカレッジ、コミュニティカレッジ、日本語での通称、コミカレという地域に根付いた公立の2年生大学に進む道と、 4年生大学に進む道がある。K1 には9月入学で6月卒業だが、大学は9月入学が主流ではあっても、セメスター、2学期制、トライセメスター、3学期制、クォーター、4学期制に合わせて、各学期の初めから入学でき、卒業も6月とは限らない。日本の高人に当たる GED に合格すれば、高校を卒業していなくても大学に入学する、資格を与えられる。 コミュニティカレッジとは、資格習得、職業訓練、準学士取得、4年生への編入、大卒者が、就職や仕事に必要なスキルを得るために通う、専門学校的要素と、4年生大学の1、2年児を受け持つ性格を持った公立の短期大学である。趣味を極めるための教室が併設されている場合もある。なお、私立の2年生大学は、一般的に、 ジュニア・コリッチスと呼ばれる。なお、看護専攻は3年生である。この場合、卒業 &RN 取得後に4年生大学、編入は一般的に可能である。なお、開設されている学科やクラスは学校により異なり、ユニークなものもある。ハワイのフラやギター制作、劇器のシナリオ作りなど。コミュ彼の学費は、同じ州内の州立大学の州内出身学生の、 学費と比較して安いが、州外の学生や留学生の学費は、州内の学生より高くなるのが一般的。授業レベルは、学校、専攻により評価は異なる。英語が母国語でない人が多く住む州では、英語教育に力を入れている。コミュカレもあり、また看護学で必須の生物、科学等は通常授業に加えて、州で実験もありハードである。 シューターや歩行が4年生大学より充実している。この流れもある。そもそも、進学コースは、修立大の1、2年次を担っているので、比較してレベルは低くはない。ただし、近年の不況により、学生数が急増した学校では、きちんとした教師の補充ができているかは、ケースバイケース。また、高校での成績が悪く4年生大学に、 進学できなかった生徒の受け皿になっている面がコミュ。彼にはあり、四年生大学と比較して、学生のモチベーションには幅がある。教師の側も授業のレベルを落としたくないが、落第もさせたくないというジレンマがある。コミュ彼によっては、ドロップアウト率は高く、大学側も策を講じているのだが、理由が単純に、高校で勉強の仕方を学ぶ機会を一視しているだけでなく、 働きながら通っている、子供や親の世話があるなど様々であり難しい。逆に、地元で成績優秀な高校生が、飛び級で学びに来ていたりもする。コミュ彼は、その名の通り地元密着型である。近所に4年生大学がなく、一般教養や専攻の基礎教育は、親元から通ってお金を節約したい、社会人の再入学といった学生も、多く見れる。 入学のハードルは低いが、成績で A を取るには、学期中に課されるクイズ、中間テスト、期末テスト、レポート等で、平均93から95点以上取る必要があり、コミュニティカレッジといえども、日本の大学受験生並みの勉強時間は要求される。外国人にも門戸を広く開放しており、トーフルの点数も、同じ州内の州立4年生大学より低く、 設定されているのが位置的だが、ハワイのように、英語要件が逆転しているケースもある。高校の成績が悪くてもコミカレで頑張って、卒業すれば、高卒時点では無理だった4年生大学に編入、卒業すること可能になる。コミカレを経由して4年生大学の編入を目指す。生徒は、4年生大学の一般教養や、専攻の基礎にあたるクラスを履修し、 高い GPA を維持することが望ましい。コミューカレで取得した成績が4年生大学に移行できるかは、編入先の大学の方針により異なる。州立大学の多くは、地元のコミューカレと確実な単位認定など何らかの提携を結んでいるため、州内の州立大学へは編入しやすい。また、州外でも地理的に近い場合は、同様の提携を結んでいるケースがある。 ただし、ハワイのようにコミュカレからの編入学生は、ハワイ州立大では BA しか専攻できないといった、制限がある場合もある。この辺は、定型により、ケースバイケースなので、コミュカレに進学を考えている方は、事前のチェックが必要である。ちなみに、アイオワ州は定型交換でそういった制限はない。一方、私立や他州の大学へ編入する場合は、コミカレの質、 知名度、実績なども多少関係するが、他の編入生より高い GPA を求められる上に、習得した単位は認められない。編入が認められず1年生からやり直しなど不利な状況になることもある。一部のコミュカルには、寮が併設されている。一般的に留学生も入寮可能である。4年生大学には、名門 IB リーグ8大学をはじめ、 ジョンズ・ホップキンズ大学、マサチューセッツ工科大学や、セントルイス・ワシントン大学などの有名次第、リベラルアーツ・カレッジ、パブリック・アイビー、カリフォルニア大学・バークレー校、ミシガン大学、バージニア大学、ウィリアム・アンド・メアリー大学、ノースカロライナ大学・チャペルヒル校など、非常にレベルの高い州立大学、宗教色の強い次第、サテライト・キャンパスを持つ、マンモス州立大、 専門を絞った大学、障害者のための大学、軍隊アカデミーなど、教育レベル、内容は多種多様である。それゆえ入学審査も、一般入試、一芸入試、公募推薦、ポートフォリオ提出、実技、面接、体力測定など様々であり、大学側も学生が均一化することを嫌い多様性を好むことが多い。法律する、レガシー制度など、 公平でない部分もある。合格基準に及ばなかった学生にも、条件付き入学として特定クラスの履修、高成績を条件に入学するチャンスを与える、大学もある。多くの大学では、高校の成績、SAT あるいはアクトテストの点数、推薦状、小論文の提出が求められる。外国人はこれに、トーフルの点数が加わる。編入学には、 上記項目に加えて、コミカレや他大学での成績も要求される。米国の大学には留学生、編入生が非常に多い。入学審査書類はすべて郵送か、オンラインで提出するので、日本のような入試日はない。遠方の大学に試験を受けに行くのは、実技や面接がある試験で、最終審査に残った有力候補だけである。 そのため、遠い他州の大学をいくつも掛け持ちすることができる。全米トップレベルの教育は、IB リーグや有名次第に限らず、州立大学でも受けることができる。その分野で数々の業績があり、多くの優秀な教授人、研究員、学生を抱える、州立大の学部では、学基準も競争率も非常に高い。成績の判定には、サットテストや、 高校の成績を用いるが、課外活動や人格の評価には、小論文や推薦状が参考となり、全米優等生協会のメンバーは、良い評価を受ける。成績優秀者協会と訳されることがあるがこれは、間違いで、正確には学業に優れ、課外活動に積極的に参加し、スポーツや生徒会でリーダーシップを発揮し、ボランティアなど社会情勢に敏感で熱心な、 奉仕精神を持ち、近世ある学生だと評価された者が加入を許される全米規模の団体である。日本と同様、スポーツ推薦入学やジュリアード音楽院などの単科専門大学の入試ではテストの点数以上に実技や実績がものを言う。そして高校生の一般入試においても特技や課外活動の比重はとても大きい。米国では 地方から全国、国際レベルまで、小中高生を対象にした、舞台芸術、弁論、スペリング、数学、科学、プログラミング、ジャーナリズム、ビジネススキルなど数多くのコンテストが頻繁開催されており、技能や知識を公的に評価される、好機会となっている。アメリカ地理学協会の地理コンテスト、レゴ社のロボット設計コンテストというように、 関連団体や企業が政府機関と共同主催いる大規模なものは優勝者に賞金や奨学金が出ることも多い。また数学オリンピック、サイエンス・タレント・サーチ、科学杯、アカデミック・デカスロン、全米校内新聞ペースメーカー賞、全米高校マーチングバンド選手権などは入賞するだけでも大変な名誉である。最寄りの総合大学を選ぶ学生も多いが、 専攻したい学部が充実している大学を選ぶ学生将来が約束されている一流大学の一流学部を目指す学生も多い入学審査には成績の他に志望動機を綴った小論文や推薦状が重要な位置を占めるもう一つ非常に重大な進路決定の要因は奨学金である複数の志望校の中から奨学金が得られる大学を選ぶのは自然な行為である 大学院も、講述する、大学院入学共通テスト GRE の点数を、含む書類選考で入学が決まる。ただし、選考によっては、面接を行うところもある。大学の事務局ではなく、選考学部、時には、教授がスポンサーとなって、入学許可が下りる。院では、専門の研究をするため、専門分野と直結する研究実績、職歴、 経験を持つ人間が求められる。死亡臓器の小論文、エッセイあるいはステートメントオブパーパスなどと呼ばれる。自己紹介や目的意識なども含めて記述するポートフォリオ、推薦状などが今まで以上に重要となるわけである。専攻分野によっては、職歴や仕事、社会での経験も大きく重視される場合がある。その場合、職歴のない新卒者は、 学部生時代にインターンシップを経験し、そこから推薦状を出してもらう必要がある。名の通った企業や政府機関のインターン、有給インターンの競争率は高いが、その分価値も大きい。大学院の中には、出願時に特定のフラタニティへの所属の有無なども聞いてくるところがある。大学を卒業して長いブランクの末に、大学院に入る者、働きながら、 専門を極めるために大学院に通う者も,も非常に多い。大学院は異なったバックグラウンドや実社会経験を持つ学生の貢献を認め、院の専攻は学部時代と一致しなくて良いとする大学が多い。しかし学部で履修したクラスのうち、院の専攻に関係ある者は特に良い成績を収めておかなければならない。基礎クラスを学部のクラスで履修して良い成績を取るという、 条件付きで修士の入学許可を与えられることもある。このように例外が認められることも多く、あらゆる面で交渉の余地がある。なお、入学専攻制度と必要な試験がカナダとほとんど統一化されているため、アメリカ合衆国の大学院入学を考える人は、カナダの大学も志望校の選択に含める場が多い。選考が違っても、院で研究を進めるだけの学力、 知識があるかを判定するために、大学院入学共通テストの点数は提出しなければならない。専門職以外の大学院入学共通テストは、文系も理系も GRE であり、分野によっては GRE サブジェクトテストという専門科目の試験もある。社会科学系は GRE の代わりにを受験することもある。留学生はトーフルも受験する。学部の GPA が 一定値を超えていなければ、願書を受け付けないという大学院も多い。大学の事務は、機械的に処理しようとするが、この場合でも、教員を説得できるだけの材料や業績があれば、教員に直接交渉すれば、例外として認められることもある。一方で、共通テストや、学部の成績による線引きは行わず、過去の研究実績、実社会での経験、 志望臓器や推薦状などで考慮することも多い。医学、法学、経営学、教育学、公共政策学、建築学、図書館学などは専門職を要請する大学院で専門職学位、プロフェッショナルディグリーが与えられる。日本に一番馴染みがあるは MBA、ビジネススクール、医学、メディカルスクール、放送、ロースクールであろう。 日本と異なり、医学、獣医学、薬学、法学、公共政策学、図書館学などは学部レベルに専攻自体がない。しかし医学は医学部準備クラス、私学はプリデントル、看護、薬、理学療法などはプリヘルス、法学はプリローなど、学部で大学院準備クラスパッケージを履修しておく必要がある。 MBA では実社会での内容ある勤務経験が要求される。入学条件さえ満たしていれば、文系卒でもメディカルスクールに進むことができる。専門職の大学院共通テストには、経営に進む学生が受ける、G、GMAT、放送は、医学は、薬学は、PCAT、獣医学は、BCAT などである。教育学は、GRE の代わりにやを受験することもある。 専門職によっては、職業に就くために在学中、卒業後も国家試験を受けなければならない。例えば法務関係では、4年生大学を卒業して、ロースクールで法務博士、ジャースドクターを取得した後、修士、LL、M、博士、SJD と続く。特許弁護士以外は、司法試験の受験資格が、州ごとに独立している。JD を求める州が多いが、 法学の学位不要のカリフォルニア州、指定の2大学のロースクールを出れば、司法試験が免除される、ウィスコンシン州など様々である。なお、LL、M、SJD、学校によっては、JSD とも言うの、両学位は、外国の資格を有する、法律家を主たる対象としており、米国の法律家や、ロースクールの教員が取得している例は、極めて稀である。ただし、税法など、 特定の分野のみを専攻対象とする LLM 課程も存在し、このような特定の分野のみを対象とした LLM 課程は逆に、米国弁護士資格を有する者を主たる対象としている例が多い点中が必要である。医学関係は、基礎2年、臨床実習2年のメディカルスクールを終えた後、レジデンシーという研修機関に入るが、在学中から、 医師免許試験の基礎と臨床部門を受験しなければならない。どれほど教育レベルの高い大学であっても、学業成績一つで受験者を振るい落とすことはしない。頭脳明晰な成績優秀者グループ、スポーツも含め奇抜で、ユニークな経歴を持つグループ、豊富で強力な人脈を持ち莫大な寄付金を収める、富裕層グループの三本柱が、大学運営の鍵がとも言われる。 これらの多様性は学生にとっても様々な刺激を受けることができるという利点があり、創造性の源ともなり得る。また、社会的地位の高い家庭やセレブリティの子女には3、条件すべて満たすものもいる。特に一流の私立大学では、レガシーという卒業生の親族、子孫が優先的に入学できるシステムがあり、IB リーグでは、 新入生の10%から15%がこれに当たると言われている。一流大学にとって卒業生、多くが非常に高い地位につけ影響力を持っているは、多大な寄付金を与えてくれ、ビジネスや研究機会をもたらし、大学の宣伝等にまでなってくれる、ありがたい存在であ。しかし、由緒正しい血統に生まれたというだけで受験に有利で、あるレガシーは、不合階級が何世代にもわたって、 政治経済にのさばり続ける要因だという批判も多く聞かれる。多民族国家で世界中から留学生が訪れる米国ならではの選考基準の中に人種、民族といったマイノリティ調査がある。アファーマティブアクションとしてマイノリティ、特にアフリカアメリカ人、ヒスパニック、ネイティブアメリカンのテスト点数を重ねしたり、特別枠を設けて、 マイノリティが合格しやすいように採掘することもある。しかし、逆に言えば、能力があっても白人であるために不合格になってしまう、逆差別も生まれる。最も有名なものは、カリフォルニア大学医学部を訴えた、バッキー裁判である。1978年最高裁はマイノリティを、他の受験生のように普通に扱わないという点で、差別であり、違法であるとし、 原告アラン・バッキーの入学を認めたが、同時に、その受験生のプラス要素として、入学選考に人種を取り入れても良いという見解を示した。2003年には、ミシガン大学のグラター、裁判とグラッツ、裁判で、白人女性の訴えが、連邦最高裁に持ち込まれた。バーバラ・グラターは、憲法修正14条、平等条項には反しないという判決を気配訴した。 グラターが受験したロースクールは細かく丁寧な入学審査を行っており人種の特別考慮は大学が多様性のある学習環境を作り上げるためだったと判断されたからである。逆にジェニファー・クラッツの学部入試では受験生個人個人の選考ではなくマイノリティ全員に機械的にポイントを与えるという単純ランキングであるため14条に 違反するという判決が下された。少数派優遇案にもかかわらず、アフリカ系アメリカ人学生がメジャーな大学に少ないのは学生自身の選択にもよる。ハブキュという公民権法で人種差別が違法となる1964年より前に黒人のため創立された大学に通う者が多いからだ。1999年に4年生大学を卒業した。 アフリカ系学生のうち約4分の1はハブキュの卒業生である。代表的なハブキュにはワシントン DC のハワード大学などがある。アファーマティブアクションとは正反対に特定グループの合格基準を厳しくする人種制限方針もある。対象となるのはモデルマイノリティ扱いを受けるアジア系である。モデルマイノリティとは差別を受けながらも 一般平均より成功している社会的少数者という意味である。収入、学歴が高く、犯罪歴、離婚率が低いといった点で判断される。主に中国、韓国、日本の東、アジア系を指すが20世紀後半から米国の医学、ハイテク分野に優秀人材を多数送り込んでいるインド系を含めることもある。大学入試に関して言えば、 アジア系は全人種の中で平均学力が最も高く合格点をクリアしやすい。所得の肯定に関かかわらず高等教育を望み、教育に熱心なアジア系アメリカ人と母国で過酷な受験戦争を勝ち抜いてきたアジア系留学生が学力レベルを引き上げているためだ。一流といわれる私立や州立大学ではアジア系が圧倒数で合格し、 学内の人種バランスが崩れるという現象が起きている。そのため、アジア枠や出身国枠を作ったり、アジア系は合格基準を厳しくするという制限を行う大学もある。2001年9月に u アレイに合格したヒスパニック学生のサット、平均点数が1168点であるのに対し、白人平均は1355点。 アジア系平均は1344点であった。個人的事情などが考慮されて900点台のヒスパニック学生が合格する一方で、1400や1500点台のアジア系学生が不合格となるケースもある。2005年にプリンストン大学が行った研究では、満点1600点のサットテストの点数に対し、特別考慮はスポーツ推薦プラス200点。 レガシープラス160点、アフリカ系プラス230点、ヒスパニックプラス185点、アジア系はマイナス、マイナス50点であった。アジア系学生の競争が熾烈になるのは、選考が理数系に偏っているのも、原因の一つだという説がある。英語力が乏しいため理数系学科で勝負する、人文系に比べ客観的評価がなされる、理数系なら、 別を受けにくいと考える、安定した職につけると考え理数系を子供に進めるといったアジア系独特の事情があり、理数系を専攻する学生が多いとされる。また、4年大学卒で理系の学位の場合、文系特に文学部や社会学部卒よりも初任給が2倍近いということもある。州立大学は州税から援助金を受けており、 それを高等教育の場を供給するという形で還元しなければならない。州民よりもずっと高い学費を払う、州外学生や留学生が多いほど、大学の財源は潤う。日本のように、出身地にかかわらず、実力主義で合格判定をすれば、大学の水準も上がるだろう。しかし、州立大学は州民に低めの学費を設定し、州内の高校生を優先しなければ、 税金を払う州民のサポーは得られない。また、私立大学以上に州の人口を反映するよう学内の人種バランスに神経を使う。公の機関ゆえに入試選考の透明化、選考の過程と結果の公表も求められる。1998年からテキサス州は上位10%法を実施して、州内に住む高校生の上位10%に、 また1999年からフロリダ州は一つのフロリダ主導権として上位20%にそれぞれ州立大学への入学資格を与えている。2002年にカリフォルニア州も州内の高校生のうち上位12.5%以内がカリフォルニア大学上位33.3%まではカリフォルニア州立大学に入学資格があると認めた。 またコミュニティカレッジは原則として出願者全員を受け入れるように州の高等教育プランを改定発表した。州民枠は郊外に住む中流階級を満足させるだけではない。郊外に比べて低所得者やマイノリティが多く教育レベルの低い都市中心部や村落部に住む住民の賛同も得ることができる。大学側は人種枠、 州によっては違法とされるの代わりに、州民枠を使うことで、人種、民族、社会的背景、経済状態など多岐面にわたり、バラエティに富んだ学生を集めることが可能になる。カリフォルニア大学の入試専攻名門カリフォルニア大学バークレー校や、スタンフォード大学を抱えるカリフォルニア州では、アジア系やヒスパニックなど、年々増加するマイノリティ人口を抱え、 学内の人種バランスの均衡が切実な問題となっている。州立のカリフォルニア大学の入学資格は数年ごとに改定され細分化し、そのポリシーに従いながらも最終的決定は各校に委ねられる。度重なる変更には下記の条件をすべて満たす選考方法を求めて板挟みに苦しむ大学の姿、翻弄される学生の姿が垣間見える。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。